アン・クリスティン・リンデは、スウェーデンの社会民主党の政治家。2019年9月10日に、スウェーデン政府の外務大臣に任命。以前は、対外貿易大臣及び北欧協力大臣を務めた。それ以前は、2016年5月25日以来、ローベン政権の欧州連合担当大臣を務める。リンデは、ストックホルム大学で、政治学、社会学、経済学を学び、 1994年、政治学の学士号を取得して卒業。1990年代を通じて、彼女は民政省で EU との政治顧問や、マッツ・ヘルストローム外務及び国防大臣、ビョルンホン指導外務大臣を含め従事。リンでは内務省の事務局長を務めた。彼女は法務省で内務大臣のアンダース・イゲマン国務長官と共に働いた。リンは、 2013年から2014年にかけて、ブリュッセルの欧州社会党の国際部長であり、彼女は以前は2000年から2013年までスウェーデンの社会民主党で国際秘書を務めた。同じ時期に、オロフパルメの国際センターの理事会に最近では副会長を務めた。リンでは2017年に政府代表団がイランの首都テヘランを訪問した際にスカーフを 着用したことについて批判を集めた。リンデはパレスチナ人の友としてメディアで説明されている。彼女は2011年にパレスチナ協会から今年のパレスチナの友賞を受賞した。1989年以来、リンデはマッツ・エリクソンと結婚しており、二人の子供がいる。ありがとうございます。